どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。黒幕系 VTuber のカーレケンル、略してカワケンです。まあ、第3回やっていきたいと思います。前回ね、ほら、今ここにいるけど、ボスを倒したんで。ま、今回はどういう冒険が、僕、待ち構えているんだろうかというところで、戻るか、一旦。100以上溜まったから、買えるんだよな、多分。よいしょ。さあさあさあさ、中に入って、一番最初に欲しいのはコンパスなんだよな。羽ペンとかあってもまあいろいろ書き足せるけど、放浪者のコンパス、これがないとね、どうしようもない。だからもう100貯めないといけないね。あ、これ休んだとこで意味ないな。なんかないのかな、他のものが。もうちょっと奥まで今回進んでみようか。じゃあよいしょ。はい、どーん。ねえ、確かに、あ、いるね。 OK。 お金欲しいから君も倒すよ。あ、落ちた。よし。確か下の方に行けたよね。あ、復活してる。うわっ。タイミングをミスった。この人、こいつだけ4つもらえるんだ。なるほどな。ボスとかって復活してたりしないのかな。一回見に行ってみる。復活してたらお金稼ぎにちょうどいいけど、いないか。いるじゃん。はい、ジャンプ。はい。はい、ジャンプ。はい、ジャンプ。もう慣れたわ。オーケー。これ日課にしようかな。だいたい50ぐらいもらえるんだよね。だいぶ美味しい。このボス倒すだけで。で、今回は下。よいしょ。こっち行ってみようか。なるほどね。はいはい、こっちこっちこっち。OK。もう一体。あ、ミスった。おいでおいでおいで。よしよしよし。助かる。でもそんなに15か、プラス15。ああ、ここも下行けるんだ。あえて行かないと。こいつがいるのね。おいでおいで。おお、そんなことがあるんだ。ああ、え、来るの。こっちまで来れるとは思わなかった。完全になんかマリオとかその辺のゲームを想像してた。あ、なんか新しい敵がいる。ジャンプ系か。よし、ちょっと回復しないとな。ぬーん。よし、先に行きましょう。まだおるな。ジャンプ、うわ、なんかでかくない？気のせい？来いよ。よし。うわ、うわ、いっぱいいる。やべ。よしよしよし。
念のため回復。よし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 。あ、上になんかいるな。ああいつか、助けてくれっていう。え、じゃあここもなんかボスがいたりするん？わからんか。どうなんやろ。ちょっと上にでもどう行けばいいんだこれ。こっちからか。なるほどね。これいけるか。無理だよな。多分今は助けらんないんだろうね、これ。オッケー。よいしょよいしょよいしょ。あー、いるー。おいしょおいしょおいしょ。255。あ、ここは来たことある場所だな。じゃあここから上経由して戻りますか。溜まったし、コンパスがあればね、もう余裕なんでね。だいぶ楽になるなこれで。まあでもまだそんな複雑じゃないから、道が覚えてられるけどな。でも今後多分どんどん広くなるんだろうね。お店を見る。パープナーだ。コンパスを変えましょう。間違えた。パープナーだ。購入。アイテムを購入しました。チャームを獲得。取得。チャームを装備すると様々な能力を発動します。ベンチに座っているときにチャーム画面を開くことでチャームを装備することができます。ベンチはすぐそこにあるぞ。よいしょ。チャーム画面を、開くことでチャームを装備することができる。これを装備。なるほどね。なんかこれがスキルスロットみたいなやつなのね。たくさんあるじゃん。どうやってこれ他のやつ手に入るんだ。まだわからないけれど。セリフ変わってたりするかな。あの神殿を訪れたのか。わしは行ったことはないが、奇妙な建物だと聞いた。我々の中でも特に勇敢だった者たちが、かつてあの場所で祈りを捧げていた。あの扉の中にいると、安らぎを感じると言ってな。だがしばらくするとやめてしまった。一体何が起きたんだろうか。何が起きたんだろうね。とりあえず、コンパス、どれどれ。あ、現在地がわかるようになってるね。なんかボスのマークみたいなの書いたとこ行ってみるか、一旦。あの画面の真ん中ら辺のね、マップの真ん中ら辺のあの、鬼みたいな角の生えたマーク。倒せるかな？いや、わかんないけど。よし。で、よいしょ。もうだいぶ操作慣れたな。いまだにダッシュができないから、ダッシュも多分ね、さっきのスキルスロットみたいなやつで使えるようになるんじゃないかなって。何かどっかで手に入れるか購入するかで。はい。おいしい。そこも落ちるんだ。で、とりあえずこのボスに挨拶をして、よいよいしょ、はい、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 はい、ジャンプ、よいしょ、よいしょ、はい、ジャンプ。オッケー。45。美味しいな。七
下に降りていく。うん、現在地がここか。ボスのとこだからこっちだね。ここ合ってるかな。うん、そうだね。あ、まだこ、まだ行けないのか。あそこ行けないのか、まだ。なるほどね。じゃあどうしようか。こっち行ったんだっけ。こっちのここ、おちまだ行ってないね。うん、初めて行く場所。誰かいるな。いるね。敵だなこれ。違うわ。聞く。ああ、青白く痩せた母を埋め、赤く目を閉じた父を埋め、二人一組で、姉妹を埋め、それが終わったら私も埋めよう。ふふふ、今の知ってる、私の お気に入りの歌なの。一緒に別の歌を歌ってもいいわ。あなたが歌ったら私も参加する。あなたきっと綺麗な声してるんでしょうね。ふふふ。それでここで何してるの？お金持ちに なりたくて来たんだったら周りを見て。この鉱山はとても豊かで、周りみんなに行き渡るだけたっぷりあるわ。一緒に掘りましょう。お？まあ、言うてな。これ何？あ、上に上がってく。これは？消えちゃった。多分ね、ゲージだったんじゃないかな。こっち側も行けない。こっちか。あー、取得してません。崩れると思ったんだけど崩れないか。なんかもっと重いものをここに持ってくる必要があるってことね。じゃあここも今のところは何もなさそうだね。ここも何もないね。何もない。ここは？なるほどね。いた。普通に痛い。気を抜くとすぐダメージ受けちゃうからな。これ上は？あんまないな。出た出た出た。慣れたもんよ。行って。よし。あれ？あ、そうだ、いるんだったな。あ、やべ。ちょっと見えてなかった今。目の前の敵が。
まだなんか本当に足りないものがあるっていうんだったら、これまた下まで降りてさ、よいしょ、あの人に会いに行ってみようか。じゃあ戻ってきたぞ。そういえばまだ自己紹介をしていなかったかな。いやこれはすまなかった。一人で長い時間を過ごし自分の考えの中にいると、会話のマナーというものを忘れてしまうようだ。私の名前はコーニファー。若い頃より世界を探索し続けてきた。何でも私は卵から帰った瞬間から母や兄弟姉妹たちを置き去りにして徘徊を始めたそうだよ。そんな性格だったものだから、機会が訪れ次第家内と一緒にダートマウスに引っ越してきたのだ。自分の家の目の前に探索可能な巨大な王国があるなんて全くたまらない話さ。おっと、引き止めて悪かったな。すまなかったな。引き止めてしまったな。運が良ければまた会えるだろう。それじゃ気をつけてな。ここより下は行ってないわけだ。行ってないよな。ドン、回復しとこう。よいしょ。なんかいるな。何これ。いや硬い。多分ここはゲットできない。うわお、めっちゃいる。さあ、虫の音がたくさんする。うわー、何あれ。うわ、生まれるんだけど。いった、やばい、いって。よし、先へ進もう。これ上のなんかさ、これなんだろう。あ、助け、あっぷなー。 OK、 2人目助けたってことになるのかな。でこれどうやって戻るよ。戻れるの、ここまではいけるとして、あ、よく見たらここにあったわ、足場が。いや戻るのつらいな。これこっち行けないよな。上ギリギリ届かないんだよね。さ、じゃあまあ今回はね、危なっ。ここまでというわけで、まあ一人救ったんで。はい、また次回お会いしましょう。それじゃあまた、さようなら。